はい、どうも皆さんこんにちは、ラナノです。今回はこちら7月18日発売の J ベルの完全ワイヤレスイヤホンライブバッツ3を紹介します。ケースにディスプレイ搭載で多機能、そしてライブや映画館で使われているスピーカーブランドらしいノリのいい音質で人気なのが J ベルのワイヤレスイヤホンなんですが、今回紹介のライブバッツ3とつい最近発売されたばかりのライブビーム3めちゃくちゃ似てますよね。違いはイヤホンの形状が、ライブビーム3がいわゆるスティックタイプで、今回新発売のライブバッツ3はなんかこの空豆みたいな形状のいわゆるバッツタイプとなっています。これによって結構ね、装着感に違いが出てくるので、自分の耳に合った方を選んでほしいという思いが JBL にはあるようですね。ただですよ、もうケースのデザインはほぼ同じに見えますし、スペックも全く同じではありませんが、かなり似ていて価格も大体同じくらいとなっています。でもね、音質は違うんですよ。なのでどっちを選んだらいいのかかなり分かりにくいと思います。そこで今回どっちがどんな方におすすめなのか、できるだけ分かりやすく紹介しますし、このスティックタイプとバッツタイプ、どっちが自分に合いやすいのか耳を測定して提案してくれる JBL フィットチェッカーというサービスが開始されたので、その使い方もご紹介していきます。音質の違いや JBL フィットチェッカーのね、結果を見て自分に合うイヤホンを選んでもらえればなと思います。では詳しくご紹介していく前に、これからもねイヤホンを紹介していくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはこのようなデザインになっていて、ハイレゾオーディオワイヤレスロゴがしっかり入ってますね。カラーはライブビーム3と同じで、スペーシーながらどこか自然をも感じるテクスチャーのブラック、シルバー、ブルー、パープルの4色あります。まず充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。そしてイヤーピースは4サイズ付属。一番小さいサイズと大きいサイズを比較するとこんな感じで、様々な耳の大きさにもフィットさせることができるのがわかるかと思います。では充電ケースを見ていきましょう。このようにディスプレイを搭載しており、空間サウンドや音質の変更など様々な操作を行うことができます。そしてケースを開けるとこんな感じになっています。指を入れるスペースがあるので、しっかりつまめて取り出しやすいんですが、ライブビーム3と比べると丸っこい形状なので、ちょっと滑りやすいかもしれないですね。イヤホン本体はこのような空豆みたいな感じの丸みのあるデザインとなっています。JBL のロゴ周りはかなり光沢感がある鏡面仕上げになっており、美しいデザインとなっています。ただちょっと指紋は目立つかもしれないですね。初めて完全ワイヤレスイヤホンを購入する方でもわかりやすく、ケースを開くだけで、Google ファストペア対応の Android スマホの場合は、ポップアップが表示されて簡単にペアリングできます。パソコンも Swift ペアに対応なので、ケースを開けると右下にポップアップが表示されて簡単にペアリングできるので、かなり使いやすくなってますね。では実際に装着してみるとこんな感じになっています。バッツタイプらしく耳に沿ってしっかりフィットするので、遮音性も高く、かなりこのしっかりとした装着感ですね。前作のライブフリー2やライブビーム3と同じくデュアルオーバルシェイプデザインを採用しており、サウンドチューブとイヤホン本体が楕円形になっているので圧迫感も少なく耳にしっかりフィットします。前作のライブフリー2と比べると体積比でマイナス 10% と結構コンパクトになっているのがわかりますかね。装着した感じを比べてみるとこんな感じで、コンパクトになったことで耳への収まりも良くなり、フィット感もねかなり向上しています。そしてライブビーム3とライブバッツ3を比較するとこんな感じで、デザインが大きく異なることがわかります。ライブビーム3のスティックタイプは軽い装着感で長時間使用しても疲れにくいのが特徴。ライブバッツ3のバッツタイプはしっかり密閉できるので遮音性も高く、没入感のある音質を楽しめるのが特徴とのことです。実際に付け比べてみるとこんな感じで、僕はねライブバッツ3の方がねフィット感がよく感じますし、遮音性が高くなることで没入感もありますから、音楽をより楽しみやすいなと思います。ただこれどっちを選んだらいいか相当悩むと思いますので、 JBL フィットチェッカーというサービスがありますから軽く紹介します。これアプリじゃないので、下の概要欄のリンクをタップすれば誰でもすぐに使うことができます。これあれかな、帽子かぶってて大丈夫かな。あ、大丈夫ですね。デバイスを動かさずにゆっくりと頭を左に向けます。5 4 3 2 1 Complete。デバイスを動かさずにゆっくりと頭を右に向けます。 5 4 3 2 1 Complete。 Complete。あと3つほどね、これ質問に答えます。イヤホンの主な用途はと。音楽の再生を主にして通話も時々使用しますとな。で、あと外音取り込みの好みは、まあ外音をできるだけシャットアウトした方がいいですね。で、しっかり密閉していて、頭を動かしても固定されてる方が好きなので一番上を選びます。で、そうすると分析中と出ますね。そうすることで、あなたのベストフィットはバッツスタイルというふうに出ました。で、僕も実際にね、付け比べてみるとやっぱバッツタイプの方が合うなと思ったんで、
まあ合ってるのかなとは思います。これアプリとかじゃないから何かこの登録とかもせずダウンロードもせずすぐに測定できますからね、まあ、とりあえず試しにやってみるっていうのもありだと思いますから、ぜひね試してみてください。そして再生時間はイヤホン単体で最大10時間、バッテリー搭載のケースに入れて充電することで最大40時間と、まあ、十分長く再生できます。ただねこれライブビーム3の方はイヤホン単体で最大12時間、ケース込めて最大48時間なので、まあ、再生時間を重要視している方はライブビーム3のが満足しやすいと思います。もちろん両方ともワイヤレス充電に対応しているので充電の手間も少ないですし、まあ、再生時間に不満を感じる方は少ないと思います。それから音質について、 JBL らしいパワフルな迫力でメリハリもしっかりある躍動感あふれる音質なんですが、ライブビーム3と比べると中高音がねよりしっかり出ていて、ボーカルもねよりすっきりと聞き取ることのできるよりバランスのいい音質に感じましたね。ライブビーム3の方はより低音の迫力がしっかりあって、ライブを見てる時のあの体がこの震えるようなね気持ちのいい重点を楽しむことができます。これだけデザインが似ているのに音質がかなり異なるっていうのが結構不思議だなと思うんですけど、実はねドライバーには全く違う素材が使用されています。ライブビーム3の方は PU プラスピーク素材が使用されているのに対して、ライブバッツ3はペットプラス PU プラス TI、まあ、チタニウムが使用されているということで、チタニウムのこの合成によってよりクリアなね中高音を実現できているようですね。低音はライブビーム3ほどの重低音ではありませんが、 EDM を聞くとしっかりとしたこの気持ちのいい低音を楽しめますし、それでいてボーカルを邪魔しない絶妙なバランスに仕上がってますね。ボーカルはねしっかりと前に出てきてすっきりとしたクリアな歌を楽しめます。ライブビーム3は楽曲によってはちょっとこの低音に負ける印象があって、具体的に言うとキングヌーなんかは常田さんの声が結構低いんで若干低音とかぶって不鮮明に感じることがあったんですよね。でもライブバッツ3はキングヌーの歌もねしっかり表現を楽しむことができて、低音とかぶって不鮮明になる感じもありませんでしたから、ボーカル中心で楽しみたい方におすすめですね。高音も刺さらない程度にしっかり鳴らしてくれて、シンバルやバイオリンも JBL らしくゆったりと広がる聞き心地のいい音質にまとまってますね。高音もやはりライブバッツ3の方がより明瞭には感じるので、バイオリンが含まれた楽曲を聴く方にも好まれると思います。まとめるとライブバッツ3の方が中高音がよりクリアで、ボーカルを中心にロックやポップス EDM を楽しみたい方におすすめしたいですね。中高音がクリアなので女性ボーカルとの相性もいいと思います。一方ライブバッツ3はライブを見てる時のねあの体が震えるような重低音を楽しめて、楽器の音とボーカルをバランスよく楽しみたい方におすすめですね。ロックや EDM はもちろん、ライブ音源を聞く方もこのゴリゴリの低音は好きなんじゃないかと思います。そしてライブビーム3と同じくライブバッツ3も LDAC に対応でハイレゾも楽しめます。やっぱり LDAC で聞くことでより解像度も高く細かく聞けるようになりますから、ロックやポップスのボーカル表現もより深く楽しむことができます。ただまあ一応この動画でも言っておきますが、ライブビーム3とライブバッツ3が LDAC に対応したので、こちらのフラグシップモデルのツアープロ2を AAC で聞くときと比べるとこっちの方がより高音質になったんじゃないかって思う方もいらっしゃると思います。でもこれはね LDAC で聞いたからといって音の傾向がね変わるわけではありませんから、やっぱり結局は好みになってくるんですよね。ツアープロ2の方が本当にこのオールジャンル楽しめる万能な音質で、クラシック系を聞くと明らかにねこの2つよりクオリティ高いなと思ったので、やっぱりフラグシップモデルってすごいんだなっていうのを改めて実感しましたね。だから LDAC 対応のスマホを使っている方はライブビーム3かライブバッツ3の方を購入するのはありだと思うんですけど、 iPhone を使っている方はね LDAC には対応していないので、価格もねこの3つはかなり近いですから、ツアープロ2を買うっていうのが一番音質的には満足度が高いんじゃないかなと思いましたね。それからノイズキャンセリングについて、10段階で強さを表現すると8.5点と、ライブビーム3とツアープロ2の8点より若干強力に感じました。具体的に言いますと、ライブバッツ3のこの形状は遮音性を高くできるのが魅力なんですよね。なので低音のノイズに関しては、まあ、物理的な遮音でノイズを軽減できる仕組みになっていて、あまりアクティブノイズキャンセリングをかけてないようなんです。その分高音のノイズにはしっかりとこのアクティブノイズキャンセリングをかけていて、人の声とかより高い音に関してはライブバッツ3の方がより軽減できるようになっています。低音のノイズに関してはね、まあ、若干ライブビーム3の方が強力には感じましたが、正直ねそんなに違いはなくて、やっぱり高音のノイズを軽減する方が難しいですから、ライブバッツ3の方がノイキャンは強力に感じましたね。なのでカフェとかで作業するようなんていう方は人の声もより軽減できるライブバッツ3の方がいいと思います。そして外音取り込み機能に関しては正直違いは分かりませんでした。ほぼ同じに感じます。点数をつけると2つとも8点と十分実用的なレベルですから、イヤホン外さなくてもね周りの音を聞くことができて便利だと思います。あとは立体的な音響空間
感を楽しめる空間サウンドや自分の聴力に合った音質を提案してくれるペルソニファイなど、本当にこの様々な機能があるんですけど、それはねライブビーム3で紹介した内容と全く同じになっちゃいますから、アプリの使い方や使用感を知りたい方は下に動画のリンク貼っておきますから、レビュー動画を参考にしてください。あとはライブビーム3もライブバッツ3もケースにディスプレイ搭載で、音質の変更や空間サウンドなど様々な操作をケースで行うことができます。これがね他社にはない圧倒的な魅力で、僕もね JBL を愛用している理由の一つなんですが、これもライブビーム3の動画と全く同じになっちゃいますから、詳しく知りたい方は下のリンクからレビュー動画をチェックしてみてください。大きく異なる部分としては通話の機能で、ライブビーム3であったプライベート通話モードという口元にイヤホンを近づけることで小さい声でも通話できるという非常に珍しい機能があるんですが、ライブバッツ3は、ね、非対応となっています。では実際にねその通話音質確認してみましょう。はい、これがですねライブバッツ3で録音した通話音声になります。音声の感じはどうでしょうか。でこれがですねピンマイクの音声です。まあ、車の通りが多い道路沿いの音を流しているので、どれだけねノイズを除去してくれるのか、この音で確認したいと思います。はい、でこちらがですねライブバッツ3で録音した音声ですね。どうでしょうか、しっかりノイズ除去できてますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですねライブビーム3で録音した通話音声となっています。音声の感じはどうでしょうか。でこれがですねピンマイクの音声ですね。はい、でこちらがライブビーム3で録音した音声になります。何か違いありますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがプライベート通話モードで録音した音声ですね。こうやって口元に近づけることで小さい声でも通話できますし、こうやって話していくとね、まあ、ほとんど音が入んなくなるので、まあ、周りが騒がしい環境でもこうやって小さい声で話すことができるということですね。はい、今ね録音した通話音声確認しました。通話音質はまあ若干なんですけども、ライブビーム3の方が良さそうですね。やっぱりこのライブビーム3の方がスティック部分のこの先にマイクがついているので、より口元のこの方向に近づけることができますから、通話音質もよくしやすいと思うんですよね。プライベート通話モードもありますから、通話にもこだわるんだという方はライブビーム3の方が良さそうです。はい、ではですねメリットデメリットまとめるとこんな感じです。点数としては5点満点で間違いないんですが、唯一気になったのが LDAC をオンにするとペルソニファイや空間サウンドなど この複数の機能が使えなくなってしまうところですね。まあ、他にもアダプティブ EQ の音漏れ補正をオンにすると、まあ、スマートトークが使えないとかね、オンにすると、まあ、一部の機能が使えなくなってしまうことがあるので、一緒に使いたい機能がある場合は結構残念だなって思ってしまいますよね。まあ、ここに関してはライブビーム3の動画でよりしっかり紹介しているので、そちらを見ていただいて、LDACをオンにするとどの機能が使えなくなってしまうのか、ちゃんと把握した上で購入してもらえればなと思います。そしてスペックをまとめるとこんな感じになっています。まずイヤホンの重量はライブバッツ3の方が若干軽量でコンパクトなのが魅力なんですが、その分再生時間はねライブビーム3の方が長めなので、再生時間を重要視している方はライブビーム3の方がいいと思います。ノイキャンは若干ですねライブバッツ3の方が強力で、人の声などの比較的高い声もよりしっかり軽減してくれます。あと通話性能はライブビーム3の方が優秀で、スティックタイプなので普通にこの通話する場合でもライブバッツ3よりね通話音声良かったし、プライベート通話モードもできるので、よく通話する方はライブビーム3の方が良さそうですね。あと一番の違いと言ってもいいのがね装着感で、まあ、ここはね JBL フィットチェッカーなどを使って好みの方を選んでいただければなと思いますが、ライブバッツ3が遮音性が高いのが特徴で、ライブビーム3がより疲れにくいのが特徴となっています。ちなみにもし僕が購入するとするならばライブバッツ3にしますね。装着感も好みですし、ノイキャンもより強力だし、音質もボーカルの表現をねしっかり楽しめるし、 JBL らしい躍動感もしっかりあるのが特徴で好みの音質でしたね。まあそんなに通話もする方じゃないので、僕が買うならライブバッツ3で決まりですね。こんな感じでかなり似ているイヤホンではありますが、結構ね思った以上に違いがありますから、自分の好みの方を選んでいただければなと思います。下に製品のリンクと、あと JBL フィットチェッカーのリンクも載せておくので、ぜひ試してみてください。それではこの動画良かったと思う方、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ラーモーでした。